おはようございます。どうしますか。本日はキャンプ場での朝の和定食をお届けしようかと。和定食、和定食なので僕もちょっと厳かな感じでやってます。あ、それで正座をされてるんですか。そうですね、あの100均キャンプの時に使った小座が、見てください、広がるってことが発覚しました。僕あの時半分で寝てた気がするんですけどね。そんな感じでやっておりますけど、まあ、和定食なんでね、釜を持ってきましたから。ほう、このようにね、これ家で使ってるんですよ、実は。本格的ですね。まあそう、本格的な道具を使ってちょっと美味しいね、朝ごはんを作ろうかな。こんなもんかな。ちょっと米がもったいない。和定食って言っても、今日は何を作るんですか。はい、今日は焼き魚定食ですね。米予想シェラカップある？まあしょうがない。じゃあ炊いていきます。キャンプ場でこのお釜で炊くとは思ってなかった。結構楽しいです。お釜で炊いた方が美味しい感じはしますよね。そろそろええんじゃないだろうか。よし、出します。腹減ってきましたね。キャンプはだいたい夜結構飲んで寝るけど、そんなつまみぐらいしか食ってないんで、あの動画撮ってる時は別やけど、その普通のキャンプの時だから朝腹減るんですよね。さあ、はい、米が炊けたようですね、うん、これであとはお米を、まあ、蒸らすと。お米を蒸らしている間に、またこれ渋いの持ってきましたよ。渋いの持ってきました。これでお湯を沸かします。渋いっしょこれ。渋い。キャンプでこういうの使うとちょっとね、おやるねってなるんだよね。うちの嫁側の親戚のおじさんの家にこういう古いものがいっぱい眠ってて、時々物色しに行くんですけど米を蒸らしてる間にお湯を沸かしてまた待ちです。あ、沸いてきましたね。いいね、この感じが。シュッシュいう感じ。さあ、沸いてきたので、はい、これもまた少し、冷ましておく缶におかずを作ります。今回のおかずは、今回のおかずはもちろん朝定ですから鮭です。鮭、鮭外で食うのには最適で簡単な朝ごはんを、和定食、まあ、もちろんそこの吉野家行って朝定食ってもいいんですけどね、正直ね。まあ吉牛の方が多分ちょっとうまいし。さあ焼いていこう。あ、くっついた。危ない危ない。鮭ってどれぐらい焼けばいいかあんま分からんな。あんまこう鮭を焼くことってないから、まあでもしっかり火が通ればって感じなのかな。あ、塩コショウあります。
え？さっき全部持っていきなって言ったよね。さっきの段階ではいらんと思ってた。さっき怒ってたけど、もう今笑ってました。でもちょっと魚やからしっかり火通さんと怖い。魚の脂がすごい出るんや。やばいやばいやばい。いやこれもう暗いやん。ボロボロなってきてる身が。身ボロボロなってきて、これでちょっと火通したらもういけるやろ。これもう唐揚げやんこれ。一応これで多分火止めて余熱でいけると思う。でこれで、おかずができたという中で、味噌汁は和食といえば、味噌汁はこういうね、もう出来合いのやつで十分なんです。そしてお茶も入れますね。お茶家にあったら持ってきたら、どっかの神社でもらった薬よけ茶でしたね。ほうすげえ面白い。これ昆布が入ってて、この昆布が開いて文字が現れるそうです。昆布にほら文字が浮き上がる。薬、薬が晴れるって書いてますね。ファイヤー、いいよね。あのキャンプの朝飯でご利益までもらえるっていうね。さあそして、まあ、米をよそっています。あ、ま、その前に鮭が完成しましたね。焼き魚の鮭と、鮭の唐揚げですね。鮭の唐揚げも完成したと。塩してなかった。鮭には塩コショウ。あ、鮭に塩コショウじゃなくて、これなかったな、粗塩やな。鮭に粗塩で、ご飯をここによそいます。あ、米も美味しそうに炊けてますね。そしてさらにやっぱり卵を割って入れます。海苔もあんね、海苔も。味付け海苔をご飯に置いて、そして、醤油をちょろっと垂らします。さあ完成です。キャンプ朝厄除け鮭フライ定食です。旅館の朝飯みたいになりましたね。ちょっといろいろつきすぎて何が何だかわからないんですけど。そう、はい、じゃあちょっといただいていきましょうか。やっぱまずちょっとお茶でね。こうカクテルグラスでお茶っていうのもおしゃれじゃないですか。うわーうわー、びっくりした。昆布茶やった。めっちゃびっくりした今。そりゃそうでしょ、昆布入ってる言うてたじゃないですか。あ、そうか。いや俺緑茶やと思って飲んで昆布茶やったからめっちゃびっくりした。昆布茶と思って飲んだら美味しいけどさ。さあ卵かけご飯を、卵かけて。キャンプ場の朝飯でやっぱ卵かけご飯が俺一番好きですね。何回来ても。へー、なんかやっぱ格別感がある、ここで食べる。うん、うまい。あ、ごめん、醤油が足りひんねんけど、醤油取ってもらって。次は残ってるかな。片付け、醤油片付けてもらった後にもう一回取ってもらうっていうね。それは怒られるわ。さあ鮭食べてみようか。どうやろうな鮭。いただきます。うん、うまいうまい。外側ちょっとカリッとなりすぎてるけどな。うん、パリパリ言うね。魚は網で焼いた方がいいかも。
あフライパンやったらこうどんどん油が溜まってフライになっちゃったけど、いや、うまいな、朝飯、やっぱキャンプはこうやって6時ぐらいとか目覚めて、やっぱり、まあ、焚き火とかもゆったりして翌朝ゆったりできるっていうのがいいですね。だからできれば2泊すると2日目は朝から晩までゆっくりできるじゃないですか。で本当は2泊するのが一番いいですよね。こっからはもうあとはおじさんが朝飯食ってるただの動画流れてるだけやで。時々川の絵とか差し込んどいておじさんが朝飯食ってるの